まあ成り立ちから言うとあのここで沖縄の映画祭みたいなことを、まあ、もっともっと前から言えば単発の映画をやったりなんかしてたんですよ。で映画祭を始めてもう10年ぐらいになるのかな。で「えー、都合を沖縄の関係の映画は100本ぐらいやってます」。それをずっとやってきました。やってきてもちろんコロナでちょっとできなくなったというようなこともあるんだけれどもまあ 今年年沖縄復帰50年ここを逃したらもうなかなか伝えられないかなというふうに思ってまず今年の5月に狛江、あのー、の駅前で歌って踊ってみたいなそういうイベントをやりましたちょっと分かんないんですけど何千人かの人が来てくれましたまあびっくりするほどの人が来てくれた大盛り上がりであります。 狛江の中の 50, 50, 50店舗とかっていうか50の団体さん個人の人たちが協賛 <laughs> 金をくれたりなんかして応援をして、えー、くれました。で花から、えー、そういう予定だったんだけどそこでその次の、まあ、今年や6月にやった沖縄映画祭につなげよう。そこでチラシを配ったら 来てくれるんじゃないかというふうに思ったんだけどまあ、あまりあまりやっぱり来てはくれないさらにそこからもう少し深く知ってもらおうということで、えー、写真展をやろうかなというくわことをくだわだ企ててこれは始めたということです